しょ、やるか。アイワード2。2018年5月27日、朝の8時30分です。よろしく。ドラムの音どうだろうか。ドラムの音聞こえる？あ、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 大丈夫？聞こえる？あ、あ、テースです、テースです、テースです、ワン、ツー、あはは、いけるかな。おはよう、起きた？おはよう。もうちょいでかくした方がいいギター、これくらいかな。どう？これくらい？ああ、ベスト。いや、俺最近弾けるようになったんだよ。パーコードを教わったのリスナーさんのおかげだもん。
楽しいね、朝からね。君を見つめた道を行く、まるで太陽と夢を渡る広い砂、二度と戻れない、くすぐり合って転げた日、一つ最初に騒がしないか、僕を待ってる愛車ルーの響きだけで強くなれる気がした。キー高いな。身を忘れないか、ワン、ツー、スリー、フォー、身を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る広い砂、二度と戻れない、作り合って転げた日、一つの最後に騒がしんだいが、あれ？コード進行わかんねえな。身を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る広い砂、乗れない、すぐり当て転げた日、一つの最後に探しなきゃ、僕を待ってる愛車ルーの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやな喜びを潰れるほど抱きしめて、折れそうな思い、汚れた手で書き上げたあの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い涙でこじ上げた、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ていける気がしたよ、何かと伸ばしてどう巡り合いたい、どんな花歩いてどんな花歩いてもうたどり着けない、心の行きで濡れとうとう前向きにして切り裂いた歌を、春の風に舞う花びらに変えて、気だけで強くなれる気がしたよ、いつか過去の場所で君と巡り合いたい、苦しいでも真面目にも出会いける気がしたよ、いつかまたこの場所で君と巡り合いたい、コード進行どうしようか、オリジナル。
これでいこうか。これでいいか、コード進行。
それでいいじゃん。今のでいこうか。じゃあ歌詞考えて。さあ君たちの出番だ。コード進行決まったよ。歌い出し何にしようか。ある朝ふと気づいた。ある朝ふと気づいた。ある朝ふと気づいた。はい、次。ある朝ふと気づいた。ある朝ふと気づいた。ある朝ふと気づいた。次の歌詞いいね。ある朝ふと気づいた。ロジクールのカメラ盗まれた。ある朝ふと気づいた。ロジクールが盗まれた。ある朝ふと、ある朝ふと気づいた。ロジクールカメラ盗まれた。配信がラジオしかできねえ。歌詞書いとこうか。いいね、一緒に作ってる感じがいいね。ちょっと待ってね、歌詞メモっておくわ。メモ帳起動。ちょっと待って。
してみようか。ある朝ふと気づいたんだ、ロジクールのカメラ盗まれていた。ラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。でロジクールのカメラ押すの、謎のロジクール押しね。よし、やってみようか。いきます。ワン、ツー。ある日ふと気づいたんだ、ルールのカメラ盗まれていた。配信がラジオしかできねえ、大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだ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 、ロジクールのカメラ。サビだよ、いよいよ。ちょっと待って、メロディー覚えらんねえな。ある日ふと気づいたんだ、ルールのカメラ盗まれた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだ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 、ロジクールカメラ。見上げたら飛び切った空、どこだ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 、えらいこっちゃえらいこっちゃ。サビ、あ、間違えた。えらいこっちゃえらいこっちゃがサビ。ある日ふと気づいたんだ、ジクルルに生まれた。配信がジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクールのカメラ。えらいこっちゃ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 。
ある日ふと気づいたんだ、ロジクルのカメラ盗まれていた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら踏み切った空、どこだと。ここ難しいな。ラララララララ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。これえらいこっちゃか、サビ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょいにする。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい。ある日ふと、あれ、ちょっと待って、リズムが。ある日ふと気づいたんだ、ロジクルのカメラ盗まれた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい。何？サビおかしくねえか。ちょっと待って、お前らセンス疑うんだけど。えらいこちゃん、えらいこちゃん、わっしょいわっしょいなの、これ本当に正解なの？お前らそれでいいの、オリジナル曲。これ正直全然、えらいこちゃん、えらいこちゃん、わっしょいわっしょいの全然意味わかんないんだけど。全然世界観がさ、世界観が全然サビなのに大成功なの。じゃあみんなで歌おうか。ある日ふと気づいたんだ、あ、知らない。ある日ふと気づいたんだ、ロジクールカメラが盗まれていた。配信が味をしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら大空、どこだどこだ、ジクルのカメラ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃ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 、わっしょい。じゃあ2番作ろうか。2番いく？じゃあ2番の歌詞みんなで作ります。2番いきましょう。サビではないって言ったの？俺練習してるわ。
ある日ふと気づいたんだ、時空のカメラが盗まれてた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいのしょい。君はどうだ、あれちょっと待ってね。君はどうだい、この世界最高な世界だろう。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、しょいしょい。君はどうだい、この世界最高な世界だろうな。続きは、続きは、君もやらないか。君もやらないか。ある日ふと、ちょっと待ってね。フジロックいけるなこれ。ある日ふと気づいた、ロジクルのカメラが盗まれてた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい。君はどうだい、この世界
最高な世界だろう。君もやらないか、ファンタスティック、yeah!えらいこつはえらいこつはわっしょいわっしょい、えらいこつはえらいこつはわっしょいわっしょい、えらいこつはえらいこつはわっしょいわっしょい、わどつわどつわどつどつ。朝一のスイカ最高。えらいこつ、えらいこつ、わっしょいわっしょい、えらいこつ、えらいこつ、わっしょいわっしょい、えらいこつ、えらいこつ、わっしょいわっしょい、えらいこつ、えらいこつ、わっしょいわっしょい。いやー、いいね。天才作詞家だね。あ、作詞家ではないや。ていうか俺メロディー作るの綺麗だろ意外と結構いいメロディー書くでしょ。天才だね、うん、これ PV とかも作りたいね。え、えらいこっちゃえらいこっちゃわっしょいわっしょいはこれでいいの俺ここだけ気になってんだけど、みんなこれ気に入ったの？サビこれでいいの？サビいいのかい？これで。これでいいの？いいんだ。お前らの感性疑うわ。そこ入れたいんだ。で、2番はワドツーワドツーなの？君たちの感性を疑うわ。で、2番なんつってたっけ？2番はどうだっつった？ちょっと頼むよ。よいしょ。2番は？あ、ワドツー、ワドツー、イヤホイ、イヤホイなのね。オッケー。2番は、ワドツー、ワドツー、イヤホイ、イヤホイにしようか。ワドツー。あえてローマ字にしようか。ワドツー。ワドツー。ワドツー。いやほいいやほいいやほい、これでいいの？うん。ファンタスティックの後にこの世界を、ファンタスティックなこの世界をね。 OK、 ちょっと休憩させて。これね。 OK、 曲のタイトル何なのこれ？曲のタイトル教えて。曲のタイトル、曲のタイトル、誰かタイトル。はい、タイトルください。タイトル何がいいかな。ワドツワドツ、すげえダセーなワドツ、はい、これ売れるんじゃないの？フジロックも目じゃないでしょ。おはよういっちゃん。で、ここでA メロ、B メロ、A メロ、A メロ、B メロ、サビ、A メロ、B メロ、サビでしょ。じゃあ、A、A、B。で、ん？横の棒も必要なの、うん。で、ここで D メロってやつが来るの。あの、かっこいいやつ。サビ終わりのかっこいいやつが来るよ。
風船ありがとう。 PV も欲しいのこれ。ここでどんなの入れるかだよ。ちょっと泣ける感じを意識して、歌詞泣ける感じね。頼むよ、涙が止まんない感じ。これ涙止まんねえわーって、女子高生がもうシェアしまくる感じで、もう世界の窓を泣けるわっていう、世界の窓つ泣けるわっていう、うん、小鳥のさえずり SE で全然入れられるよ。風船ラッシュありがとう。ちょっとギターの音量小さくない？もうちょい上げていい？ちょっとだけ小さい気がする。これくらいかな。風船ありがとう、うん、風船ありがとう。ちょっと泣ける歌詞考えといてよ。泣ける歌詞めちゃめちゃ泣けるやつ頼むよ。これ YouTube に上げてほしい？うん、いいよ。YouTube にあげようか。これの曲ができたらね。うん。あげて、みんなで歌おう。ベースも入れないとね、ベースも。で、玄ちゃんに頼んで、あれだよ、キーボードも入れてもらおうか。始まりのある日、ふと気づいたんが、え？ワドさん、始まりの？え？何？ある日ふと気づいたんだ。え、どう、嘘？あ、本当だ。やべえ。消えた。本当だ。どうしよう。ある朝じゃなかったっけ？ある朝じゃなかったっけ？違かったっけ？違かったっけ？ある朝じゃなかったっけ？違った？ある朝だよね、確か。違うっけ？ある朝にしようか。ある朝ふと気づいたんだ。ふと気づいたんだ。これか。ロジクールのカメラが盗まれた。さて、メモしておかないと分かんなくなる。A メロ、A メロ、B メロ、A メロ、B メロね。ちょっとメモを取ります。あれ。A メロ、 A メロ、 A メロ、 A メロで、今度は B メロ、 B メロ、サビ気に入らねえなあ。お前らのセンスわかんねえな、本当に。うん。オーマイリルガールっていうの。パクリじゃん、いっちゃん。それ有名なシンガーソングライターのパクリじゃん。パクリはダメだよ。じゃあみんなで歌おうか。
ある朝ふと気づいたんだ、ロジクールのカメラが盗まれた。配信がラジオしかできない、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクールのカメラ。えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい。君はどうだい、この世界最高な世界だろう、君もやらないか、ファンタスティックな世界を。ワドツーワドツーや、イヤホイワドツーワドツー、イヤホイイヤホイワドツーワドツー、イヤホイイヤホイワドツーワドツー、イヤホイイヤホイイヤホイ。今ね一緒に作ってんの。はい、ここで泣ける D メロ、 D メロのサビ。はい、来い来い来い。はい、新、はい、みんな出番だよ。D メロ D、 ここ泣けるやつが欲しい。泣ける D ください。ここ女子高生に響く感じ。さあ来い、シンガーソングライターたち、売れ線で頼むよ。売れ線、あれ歌詞カードが届かないな。さあ来い、うん、じゃあこれにしようか。泣けるぜ。頭からいってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、スリー、フォー。グラサフと気づいて、おじくるのカメラが盗まれていた。配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクールのカメラ。えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい。君はどうだい、この世界最高な世界だろう、君もやらないか、ファンタスティックなこの世界を。ワドツーワドツー、ワンホイイヤホイ、ワドツーワドツー、イヤホイイヤホイ、ワドツーワドツー、イヤホイイヤホイ、ワドツーワドツー、イヤホイイヤホイ。のんちゃんまだ寝ている、そろそろお風呂に入ってよ、
のんちゃんまだ寝ている、お風呂に入ってよ、見合ったら澄み切った空、どこだどこだ、ノジクルのカメラ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、わどつわどつ、いやほいやほい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいやほい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、いやほいやほい、わどつわどつ、ファンタスティック、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、花火花火花火くれ、こじきこじきこじきだよ、こじきこじきこじきだぞ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、くず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 人間、見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わどつわどつ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいしょい、わどつわどつ、ワンツーいやほい、ワンツーワンツーワンツーいやほい、ワンツーワンツーワンツーいやほい、ワンツーワンツーワンツーのツー、どうできたんじゃないの、どう、最強の曲だねこれ。ワドツの CD 欲しいでしょ、これあれだな、あのリスナーに配ろう、音源配ろう、 YouTube の URL、 これ CD 売れるわ、これ売れる、売れるでしょ、リスナーと共同制作だよ。ある日ふと気づいたんだ、ロジクールのカメラが盗まれてんだ、配信がラジオしかできねえ、これはこれは大事件だ、見上げたら吹い切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらいこっちゃえらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、君はどうだい、この世界最高な世界だろう、君もやらないか、ファンタスティックなこの世界を、ワドツイヤホイイヤホイ、ワドツワドツイヤホイイヤホイ、ワドツワドツイヤホイイヤホイ、ワドツワドツイヤホイイヤホイ、のんちゃんはまだ寝ている、そろそろお風呂に入ってよ、のんちゃんはまだ寝てる、そろそろお風呂に入って見上げ
こだどこだ、ロジクルのカメラ、ポジキポジキワドツワドツ、浮く人間のクズがイヤホイイヤホイ、ポジキポジキイヤホイ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 、ワンツーイヤホイ、ワドツワドツイヤホイイヤホイ、ワドツワドツ、ワンツーイヤホイ、ワッショイワッショイ、えらいこっちゃえらいこっちゃえらいこっちゃ、ワドツワッショイソイ。名曲だなこれ、名曲だわ。いいでしょう。欲しくないのこれ、いいじゃん。一曲できたね。これあれだね、あの売れ線のライブナンバーだね。次の曲いく？次の曲いく？じゃあどれの深夜食堂っていう曲にしようか。次はオファー来るねこれ。ドレッシンっていう曲作ろうよ。次の曲のタイトルドレッシンね。ドレッシン。はい、次の曲。ドレッシン。はい、次。ねえ、バンドやりたいね。捨て頃後だって荒野が言ってたね。はい、どれの深夜食堂。はい、バラードナンバーか。それサビだよ、ケンタメ。まだ早いよ。それサビでしょ。気が早いよ、それは。それサビだよ。あ、それいいね。それいいね。真夜中になれば、それいいね。それいいね。真夜中になれば、真夜中になれば、顔面黒光り。顔面黒光り。歯は白光りにしようか。顔面黒光り、歯が白光りと。これいいね。真夜中になれば顔面黒光り。顔面黒光り、歯は白光り。すげえ歌詞だな。真夜中になれば、これやっぱリフレインっていうね。リフレイン系でいこうか。リフレイン系で、リフレインで、真夜中になれば。はい、もう一回お願いします。購入した棚が組めない、棚組めないにしようか。真夜中になれば棚が組めない、棚が組めない、歌ってみようか。真夜中になれば、IMC いらっしゃい。真夜中になれば。真夜中になれば
なれば。これでいい？歌い出しこれでいい？真夜中になれば。OK？ いや、照明変えてないよ。顔面黒光、歯は白光、真夜中になれば。棚が組めない、棚が組めない。今ね、リスナーさんとオリジナルソング作ってんの。いいね、響き渡るイヤホン、いいね、響き渡るイヤホン、いいね、いいよ。真夜中になれば、譜面が黒光、歯が白光、真夜中になれば、花が組めない、花が組めない。あ、響き渡るいいイヤホイ、響き渡るいいヤホイ。いいね、できたね。よっしゃ、歌ってみよう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。真夜中に、真夜中になれば、顔面黒光、眼が白光、真夜中になれば、棚が組めない、棚が組めない。 Yeah！ 響き渡るイヤホイ、響き渡るイヤホイ。真夜中になれば、顔面黒光、歯が白い光、真夜中になれば、棚が組めない、棚が組めない。 Yeah！ 響き渡るイヤホイ、響き渡るイヤホイ、響き渡るイヤホイ、響き渡る。ワン、ツー、ワン、ツー。
ワンツーワンツーヤホーイ、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 ブブクブブクブ。はい、これはこれでいいか。はい、うん売れるね、花火ありがとう。これは売れるな。やっぱ俺メロディーセンスが半端ないから、リスナーのコメント力と、リスナーのコメント力と俺のメロディーセンスがあったらサマーソニックいけるな、これ。じゃあ、もともとね、もともと俺がギターをやりたかった時のコンセプト、みんな覚えてないでしょ。配信をやりながら即興で歌えるようになりたいって言ってたじゃん。ついに俺のギターテクニックが追いついてきたんだよ。これがずっとやりたかったんだよ、俺は。それじゃあ、一曲歌います。どれの深夜食堂って、これでできるようになったんだよ。もう2曲できたよ、2曲。フジロックもサマーソニックももう女子高生メロメロだよ。うん、メロディーがいい、メロディーが。真夜中に鳴れば画面黒光、歯は白光、真夜中に鳴れば花が組めない、54歳、 響き渡る黒光、歯が白光、oh yeah! 真夜中に鳴れば痰が組めない、54歳、yeah! 響き渡る Yahoo! 響き渡る Yahoo!これドルさんに後で送ってあげよう、喜ぶだろうね。はい、次の曲いきます。はい、2曲もうすごいね、シンガーソングライターね、2曲できたから。はい、次どれの深夜食堂、ドレッシングができたから。はい、次何いく。次あー疲れた、いけるな。よし、いい感じだね。これなんかちゃんとした音源で撮りたいな。うん、これ完成。ドレッシンはあの、そう、あの、ああいう感じでいく。うん、NRK って何？ NRK って何？
のりこか、のりこ48行こうか。ラブソングだね、のりこ48行こう、うん、のりこ48、のりこ48行きます。よいしょ、のりこ、のりこ48、うん、あでもね、あもういいか、のりこ48、うん、どうしようか、うん、コード進行を決めないと、コード進行、うん、いやのんちゃん48だわ、うん、のりこ48、何どんな感じでいく、よいしょ、コード曲作んないとね。 A マイナー、なんだろう、歌詞からだよ、歌詞から作っていくスタイルだから、みんなも歌詞考えてね。体を、今日は体を洗いにしようか今日は体を洗いにしよう、それ面白いね、今日は、今日は体を洗い、うん、今日は体を、体を洗いメッセージソングだねこれ、うん、今日は体を洗い、サビに入れようか今日は体を洗い、コーヒーを、コーヒーを買う、うん、今日は体を洗い、コーヒーを買うと、うん、メッセージソングだな完全に、うん、何が、なんだろうかな、うん、今日も、ベッドで寝て、寝て、今日もベッドで寝て、コンビニへ向かう、コンビニへ向かうと、はい、うん、いいね、うん、今日は体を洗う、コーヒーを、うん、違うな、体を洗い、今日は体を洗い、コーヒーを買う、今日もベッドで寝てコンビニへ向かう。もっと可愛い曲って何
可愛い曲って何？うん、なんだよ悲しいって出だしがこのキーだと、俺がサビ歌えない。限界のキー入ってるから。今日は体を洗いコーヒーを買う。今日もベッドで寝てコンビニへ向かう。これでいいでしょ。はい、次の歌詞。可愛いのは声質だから、声質はコントロールできないよ。今日は体を洗いコーヒーを買う。今日もベッドで寝てコンビニへ向かう。今日は体のりこのキーで歌おうか。今日は体を洗いコーヒーを買う。今日もベッドで寝てコンビニへ向かう。体を洗いコーヒーを買う。今日もベッドで寝てコンビニへ向かう。飽きた。やめよう、雑談しよう。飽きた。2曲できたからのりこ48今度作ろう。飽きた、つらい。やっぱね、脳が疲れるわ、慣れないことやると。ダミだこれ、疲れた。まあ、ドレッシンとワドツアー結構いい曲じゃん。ドレッシンとワドツアー名曲でしょ。ドレッシンとワドツができたから。え、ワドツなんだっけ。ワドツ覚えてないんだけど。え、歌詞カード保存してないわ。なんだっけ。やってみようか。え、どんなんだったっけ。
だっけ、なんだっけ出だし。なんだっけ。適当に歌うね。いや、録画残すからいいやと思って。ある朝気がついた。なんだっけ、コードも忘れた。え、D だっけ。ある朝気がついた。見上げたら。なんだっけ、なんだっけ。ある朝、あ、思い出した。ある朝気がついた。なななななな、なんだっけ。なななななな、なな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 なら切った空ロジックなんだ、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょいわっしょい、えらい、あれ、ワン、ツー、スリー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、あれ？なんだっけ？えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、ん？ちょっと待って、ワン、ツー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わどつ、わどつ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、しょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、わ。ある朝気がついたら、彼らが盗まれてた。なな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 、見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わどつ、わどつ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ワンツーイヤホイ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ワンツーイヤホイ。ここ忘れた。見上げたら澄み切った空、どこだどこだ、ロジクルのカメラ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わっしょい、わっしょい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ワンツーイヤホイ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ワンツーワンツー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ご時期だよ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ワンツーイヤホイ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、わどつわどつ、イヤホイイヤホイ、わっしょいわっしょい、わどつわどつ、花火ちょうだい。あ、疲れた。こんな感じだった。うろ覚えだけど、作りたてだからうろ覚えだわ。あ、名曲だねこれ、うん、名曲。はい、どうも、雑談します。ドレッシンいいよね。ドレッシンもう覚えてないけどもうすでに俺覚えてねえわ、ドレッシン。もうタイムシフトで確認しよう。もう全然覚えてない。うん。うん。
曲数300曲ぐらい作ろうね、みんなで。300曲ぐらいは、このペースでいったら年間300曲夢じゃねえわ。あ、響き渡るイヤホーイか。なかなかな才能を発揮してしまったな。ありがとう、パチパチありがとう。まさかシンガーソングライターとして覚醒するとは思わなかった。隠れた才能が、ワドツ PV 入りかな。まあ確かにね、家で聞きたいよね。コーヒー飲みながら聞きたいよね。何曲でも作れる自信があるよ俺。ドレシン PV はね、ドレさんのね顔写真がいっぱいないと、うん、え、和道さんも荒野みたいに BGM オリジナルソングにする痛い配信。いや、でも今の曲流してればいいんでしょ。今の曲をただ流してればいいんでしょ。全然いいよ。だから荒野が痛いのって荒野のメロディーセンスがないからじゃん。違う。荒野の痛い配信は荒野がメロディーセンスと歌唱力が絶望的にないから痛いだけでしょ。俺メロディーセンスはめちゃめちゃあるからね。俺売れ線の曲作るの得意だから。メロディー綺麗だったでしょ、意外と。即興で作る割には。俺めちゃめちゃ褒められんねん。そう、荒野自身の問題だあれ。でもなんかこの調子で 2,3 年やっていけばなんか上手くなりそうだよね。まだギター始めて1年経ってないでしょ俺。もう1年経つか。いい感じになってきたね。まだ1年経ってなかったっけ、ギター買ってから。これいい感じのおじさんになれるよ。所ジョージ近いよ、だいぶだいぶ近くなってきたよ。ワドツワドツイヤホイイヤホイ。 あそこをサビに持ってくるのがちょっとよく分かんなかったけど。そうだね、去年の今頃から、そうか、ロッキン目指してなのか。なかなか悪くないペースだね。橋本くんあんま賢くない、うん、橋本くんはあんまり賢くない。賢ぶってる。ていうかさ、昨日餃子の王将食ったんだけどすげえうまかったね。和道ベース作る、新宿ベースいけるかな。主が喧嘩凸で勝てないと思う配信者、喧嘩凸で勝つっていう発想がまずダサい。喧嘩凸でどうこうとか言ってるのがまず、まあその時点で人間として負けてる、うん、あのいい大人は喧嘩しないから。おはよう。わかる。いい大人が喧嘩とかどうとか言ってる時点でアホ。
大人は喧嘩しません。喧嘩突ってまだあるんだって、うん、もう恥ずかしい人だからね。いい大人はやらないよ。いや、いっちゃんでしょ、どう考えても。飯食って寝ようかな。夜だろう。ちょうど12時間後にドレッシングの企画だから。寝よっかな、そろそろ。あれだよ、格闘技の企画だよ。いや、いっちゃんでしょ。まあ別に俺いっちゃんより賢いとは思ってないよ。はいはい、ありがとう。 MC ありがとう。またね。イムトさん、バーガーありがとう。アイテムありがとう。うん、どれさんの放送だね、枠自体は。なんでいけないの、どれさんの放送見ないの。ストレッチして体ほぐして飯食って寝て、で、まあ、どれさんとスパーリング。スパーリングやらないかもしれない、今回怪我したくないから。練習枠だね。みんな大丈夫だよね。ドルさんのことをフォローしてるよね。今更だよね。ヒカルくんと達彦と俺とドルさんだって。大丈夫だよね。あ、リアルを、リアト2だって募集してないもん今回。そうそう、リアト2募集はしてない。くんどうなんだろうね。まあ配信者だからさ、まあみんな寝坊したりすんじゃないの、うん、みんな寝坊すんじゃないの。セサミンを飲め無料、ただし6問全問正解だと無料。何言ってるか全然わかんない。風船ありがとう。何の話、セサミン。セサミン飲んだ方がいいの？セサミン、ゴマだよね、ゴマ。うん。のんちゃん起きよ。のりこ目覚めよ。え、ふふん。ご飯は？なんで？どうしたの？今もう10時だよ。ふんふんって。ご飯食べないの？あ、そっか、スイカ買いに行こう、スイカ。何無料って。もうちょっとしたら帰んの？はいはい。了解。はい、みーすけワド2。なんだ、神会だったのに遅くなっちゃったの。
俺のシンガーソングライターとしての才能が開花されたんだよ、みーすけ。歌枠は外れだと思って見過ごしたね。テスト？いいよ、セサミン買うよ。いいよ、マジだよ。今日は外れ枠ではなかったんだよ。リスナーと一致団結をして名曲が2曲生まれたんだよ。ねえみんな、歌枠好き？うん。あのみーすけは肯定派なんだ。いや本格的にねちょっとねフジロック目指そうかってなったよね。いやー今日の夜きついよ。またしごかれんだよな、ドレさんに。バンテージも買わないとな。今日ねドレさんのねあれなの、企画なの、ドレの深夜食堂プレゼンツ和道をいじめる回だから、和道をしごき上げてドレさんの強さアピールする回。わかる？あーありがとうねえタリテルさん、うん、そうなったばっかり、ほやほやの33歳だから、うん、じゃああれはドレさんがつえーつえーって言って囲いがドレシンすげえってなるわけだから、ドレシンやっぱつえーっていう。元ボクサーくんの何それ、聞いてないんだけど、なんでそういう勝手なことすんの、聞いてないんだけど、何元ボクサーって。いやブッキング確認したんだけど、ヒカルくんと達彦と俺とドレさんだって言うから来たのに、なんか勝手になんか K1 ファイターに教わるとかさ、聞いてねえよ俺ら。勝手に話が進んでいくかんな。うん、ダメでしょそれは。なんか立ち位置とか考えないんだ。なんで俺が知らない人に教わるんだっていう話になってくるでしょ。ハテナマークでしょ。元 K1 ファイターダメだよね。そう、黒人の人。あ、その人か。K1 ファイター来るのかなんなのか分かんないけど、うん、なんかアッカさんっていうなんか強い人来るらしいよ。ダメだよね、怪我しちゃうよね。コアタンだよ、コアタン。今日はだからスパーリングはやらない、俺は。ひたすらトレーニングする。もうこっから先、あばら行ったらもうアウトだからね、俺。アウティーだから。わかんない、アッカさんってなんか黒人の人。ツイッターに書いてあったよ。いやもうやばいよ本当に。あばら治ったね、うん、あばら治った。ちょうどやっぱドレさんの言った通り3週間だったね。気がついたら治ってたって。前の日まで痛かったのに、あれみたいな、痛くねえみたいな。いや激痛だったよ本当に。激痛の激痛だった。スラタンだよね。あ、お笑い芸人だったの、もともと。マジかよ、お笑い芸人からどうやってボクサーになるんだよ。身体能力高すぎるでしょ。何その経歴、マジかよ、すげえな。プロになれるんだね、そうやって。すげえな。へえ。ちょっと怪我しないようにみんな祈ってて。
このタイミングで怪我とか絶対嫌だから俺。へこむもん。アーメン。すごいね。じゃあみんな夜ドレさんの枠で会おう。うん、ありがとう。お疲れ、お疲れ様です。あ、間違えた。